ちは、のりこです。今日の動画では簡単に作れるヘルシーなスイーツのご紹介をしたいなと思います。今日作っていくスイーツは、白砂糖を使わずに、あと乳製品や卵も使わずに、かつ小麦も使わずにグルテンフリーで作っていくレシピになりますので、本当に体に優しくてとってもヘルシーで、ダイエット中の方とかにもとってもおすすめのレシピになります。で、今日、使用していく食材なんですけれども、なかなかスーパーで売ってないものとか中にはあるかなと思うんですけども、そういったものは私はだいたいネットで買っています。でネットで買うと、結構、お得に買えたりするので、そういったものは、ネットで、買ってあげるといいかなと思います。私がよく利用しているのは、iHerb っていう、サイトなんですけども、知ってる方も結構多いんじゃないかなと思うんですけども、iHerb で、ナッツとか、スーパーフードとか、あとココナッツオイルとかそういったものを、よく買っています。なのでそういう、通販とかで活用していただけるといいかなと思います。ということで、早速作っていきたいなと思います。材料はココナッツオイル、ピーナッツバター、バニラエクストラ、カカオパウダー、アガベシロップまたはメープルシロップ、デーツ、オートミールです。でまずは、オートミールをフードプロセッサーで粉末状にしていきます。今度は、デーツを、細かく包丁で刻んでいきます。そのままだとこの後フードプロセッサーで回すと回りづらくなってしまうので、ここで細かく刻んでいきます。で刻んだデーツをフードプロセッサーの中に入れて、ココナッツオイル大さじ3を入れていきます。ピーナッツバター大さじ2を入れて、そしてバニラエクストラ小さじ1を入れて、しっかり回していきます。先ほどのオートミールと合わせていきます。粘り気が足りなければココナッツオイルを足してみてください。上にかけるチョコレートを作っていきます。で手作りチョコがめんどくさい方は市販のチョコレートを湯煎して使っていただいても全然大丈夫です。そしたら先ほどのものを敷き詰めた上にチョコレートを、かけていきます。でチョコレートの甘さや、下の部分の、甘さなどは、ご自身のお好みで調節してみてください。でそしたら今回は、トッピングとしてココナッツフレークを、トッピングしてみました。トッピングは、ローストしたアーモンドなど、何でも大丈夫です。で冷凍庫に 1,2 時間固めていきます。こんな感じで仕上がりました。程よい硬さでとっても美味しいです。はい、ということで今日のレシピいかがでしたでしょうか。本当に簡単で誰もに作れるの で私がよく作ってるスイーツっていうのは基本的に材料を、混ぜてで冷凍して固めるかオーブンで焼くか、もうその2パターンしかないので、本当にとっても、手軽にできるものなので、ぜひ、トライしていただきたいなと思います。ということで、今日の動画はこの辺で終わりにしようかなと思います。またさらに詳しい、美容法など、知りたい方は私の公式 LINE の方でですね、私が今までたくさんの時間とお金をかけて学んだ知識だったり経験をすべて詰め込んだ美容法などをお伝えしていますので、いつまでも健康的で美しく輝いていたいという方はぜひ説明欄からご登録をお願いします。これからもそういった方のためにですね、なるべくナチュラルでヘルシーな方法で今持ってる自分の力をより高めていくような美容法というのを配信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。はい、ということでいつも最後まで見ていただきありがとうございます。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。